日ごとの糧、2021年1月26日。このように私の言葉は火に似ていないか、岩を打ち砕く土のようではないかと主は言われる。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。ルカによる福音書12章49節。心が燃やされる。罪を離れ、神を愛し、人を愛し、神と人とに仕えながら喜びを持って生きていく、そういう、意欲的な火が燃えているとしたらどんなに嬉しいことでしょう。それは私たち自身の喜びにとどまらず、神様の心を喜ばせるものになるのだと思います。イエス様が復活され天にお帰りになった時、弟子たちに聖霊が下りました。で、その時の描写の中に、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと。これ使徒言行録の2章の記録なんですけれども、炎のような舌が現れたと書かれています。火というのは裁きの火でもありますが、清めるための火でもあります。心を燃やすための火でもあります。心の中に罪を、焼き尽くす火によって清さを求める、そういう姿勢。心の中に神様への愛で燃やされるというその火を求める、そういう生き方ができた時、きっと私たち、私自身も私たちの周辺も明るくなり、また心が温かくなっていくんだろうなと思うんですね。そういうふうに生きられるようにと、今日は心からお祈りしたいと思います。このように私の言葉は火に似ていないか、岩を打ち砕く土のようではないかと主は言われる。エレミア書23章29節。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。ルカによる福音書12章49節。祝福がありますように。